昭和一桁は、昭和元年12月25日から昭和9年、末日までの8年7日間である。1920年代後半の大半と1930年代前半にあたる。この間に生まれた人々を指して、昭和一桁世代といった世代区分がなされることもある。なお、元号20年は存在せず、昭和は前述の通り元年12月25日から始まったため、昭和一桁は10年間に1年11ヶ月24日間満たない。この時代は政党内閣の一時的な成立と崩壊、昭和金融恐慌、世界恐慌などの経済的混乱が発生し、日中戦争が勃発して戦時体制に移行し始めた時代であった。世界恐慌による就職難の時代であり、1932年の失業率は 6.9% にまで上り、1990年代2000年代前半の就職氷河期の同義語にあたる大学は出たけれどが流行語になった。中でも高等小学校を出た大正一桁1920年生まれが、軒並み就職難に遭遇した。例外の年が続いたため、寒冷地の農村では、娘の身売りが社会問題に発展した。世界的には、世界恐慌に伴うブロック経済の流れが進む中で、日本の関東軍は1928年に、張作霖爆殺事件を引き起こし、1932年3月には、満州国を樹立するなど、18年にわたる日中戦争が始まった時期であった。当時の関東軍による日中戦争のスローガンは、満蒙は日本の生命線であった。内閣総理大臣には、若槻礼次郎、田中義和、浜口優子、若槻礼次郎、犬養毅、斎藤実、岡田圭介がついた。前半は、県政会や立憲民政党の党首だが、1932年の 5.15 事件で犬養が暗殺されてからは政党政治は勢いを失い、現役軍人か軍出身者がつくようになった。この時代に生まれた人々は昭和一桁生まれ、昭和一桁世代、または昭和一桁と呼ばれている。世界恐慌の最中に生まれ、戦時体制に少年期を送った世代である。世代区分では大正世代と焼け跡世代に挟まれている。昭和一桁世代には二つの層がある。それは、昭和一桁前期生まれ末1929年生まれと、後期生まれ1934年生まれという二つの層である。前期の人々の多くは、大戦末期に兵士として戦地へ動員され、また、軍需工場に徴用されるなどで戦争に参加した。特別攻撃隊として出撃したり工場で空襲を受けたりして戦死した例も少なくない。後期の人々の多くは地上戦が行われた沖縄などの少年兵を除いて戦地へ動員されていない。昭和一桁後期の人々は予科練にも間に合わなかったが青年学校で軍事教練を受けて学童疎開などを経験した。この場合、1920年代生まれは真っただ中の戦中派、1930年代生まれは、焼け跡闇市派と呼ばれる場合もある。例えば1927年生まれであれば、第二次世界大戦終結時に18歳であるのに、対し、1934年生まれだと終戦時に11歳であり、一口に昭和一桁と言っても、第二次大戦の記憶は人それぞれであるが、大正期からの文化的連続性があった。昭和初期の平和であった時期の記憶を持つのは、この昭和一桁前期生まれが最後の世代である。そのため1920年代終盤に生まれた人々は、小学校卒業後の思春期に第二次大戦に遭遇した。対して1930年代前半に生まれた人々は、日中戦争の最中に小学校に入り、第二次大戦の最中に小学校を出たか、小学校在学中に終戦を迎えた。第二次大戦が終わると、いずれの層も、金の卵など若い労働力として、戦後復興の担い手となった。昭和一桁生まれの子供世代は、主に昭和30年代生まれであり、新人類と呼ばれている。子供が生まれた時期は安保闘争前夜から東京オリンピックまでの高度経済成長の序盤の時期であり、この時期に三種の神器と呼ばれた白黒テレビ、洗濯機、冷蔵庫を買い揃えたものも多い。昭和一桁という語が発生したのは、昭和一桁の人間学における福田邦男によれば、この世代が満36歳満44歳を迎える1970年前後であるとされ、野坂昭之によれば、この世代が花の中年、違いのわかる年代になった時代であるという。花の中年とは、野坂、永六輔、小沢昭一による花の中年トリオ、違いのわかる年代とは、1967年に発売されたネスカフェゴールドブレンドのキャッチコピー、違いのわかる男のゴールドブレンドに由来する表現である。小林慶寿が昭和元年生まれの社長を演じた劇場用映画、昭和一桁社長対二桁社員が公開されたのは、1971年5月22日であり、同作の主人公である昭和一桁の人物は、公開当時、満44歳ということになる。この世代の前後を見ると、明治30年代生まれ1906年生まれにとっては、子供の世代、日露戦争で従軍した者が多かった1870年代生まれにとっては、孫の世代、新人類世代生まれ1964年生まれにとっては、親の世代、新人類ジュニア生まれ1994年生まれにとっては、祖父母の世代でもある。勤め人としては1990年代に引退した世代ではあるが、第二次世界大戦とその後に続く高度経済成長で完全に文化面や社会面での連続性が途切れてしまった時代にあっては、第二次大戦の開戦前の情報を持つ生き証人でもあり、地域おこしなどで伝統産業や伝統芸能を復活させようとする際には、貴重な証言者ともなっている。また、零細企業や地方農村では、後継者不足もあって長く現役で働く、昭和一桁世代が多く、2000年代2010年代に至るまで農業や地場産業の担い手として活躍した。平成期に三宅久之、渡辺昭一など1930年の昭和で最初の馬年生まれの著名人の同級生会の昭和初馬会が組織される。車体表記の人物は個人。ありがとうございます。